YouTube 体大学。なんとなく昔のものみたいなね、カッピングで引っ張り上げることでベリベリって剥がせんじゃないの。今日のテーマはカッピング治療。治療って楽しい。 YouTube 体大学の井上です。山崎です。今日も一緒に体の勉強をしていきましょう。今日のテーマはカッピング治療についてお届けしていきます。このチャンネルでは治療家の皆さんに役立つ知識、技術というのを配信しております。治療家の方たちはぜひチャンネル登録をお願いします。ということで早速スライドいきましょう。今日はカッピング治療についてお届けしていきたいと思います。カッピング治療って聞いたことありますか？聞いたことありますけど、やったことはないです。やったことないですね。カッピング治療ってなんとなく昔のものみたいなね、吸うやつですもんね。そう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 、あのいわゆるなんかおじいちゃんおばあちゃんがあの背中がこうオウムみたいになってるやつね。ボコボコオウムってなってるやつで、ちっちゃい頃僕初めて見た時に何事かなと思ったんですけど、あの治療法っていうのは、まあ、昔からほんとずっと行われているんですが、近年ですね、これが結構治療家の方たちの中で注目を集めてるんですよ。なんでなのかっていうところをちょっと説明していきますね。これです。カッピングって何なのってところなんですけど、いわゆるこれ吸い玉療法と言われているもので、ガラスのこのコップみたいのを逆さにして、はい、でそこにこう火でね、中の空気温めて、でつけてあげると、そうすると中が陰圧になって皮膚がこう吸い上げられるんですね。でこの状態でカップいっぱいつけて、まあ、しばらく放置してポコポコ取っておしまい。ここが跡が紫になりますよみたいな。内出血。そう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 、内出血するやつ、あれが、まあ、いわゆる吸い玉療法、今でいうカッピングになります。まず伝統的な治療としてね、こういうのやられてきたんですよ。なんか腰やると楽だよねとか、なんか背中やると楽だよね、エビデンスとかないんだけどやると楽なんだよねっていうので、こうもう脈々と受け継がれてきたみたいのがカッピングなんですよ、はい、これが何なのかなっていうのをこう最近ね、近年研究が進んで、これ筋膜に効いてんじゃねえのっていうところで、筋膜治療として最近注目を集めてるのがこのカッピングなんですよ。どういうことかっていうと、これですカッピングでの生理学的な変化、こんなことが起きています。そもそも人間の体っていうのはこう筋膜っていうね、薄皮みたいなので覆われてるんですよ。全部構成時みたいな感じでね、周りがこう膜で中に肉入ってるみたいな感じになってるんですよ。この筋膜っていうのが通常であればこう剥がそうと思ったらペリペリってこう剥がれたり、こう筋肉と膜の間がこうスル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 滑ったりね、ちゃんとスライドするようになってるんですけど、ここに何かね、負荷が加わりすぎたりね、デスクワークでこう背中に負荷加わりすぎるとかなると、この筋膜がくっつくんですよ。癒着しちゃうことですね。そうそう、癒着するみたいにくっついて、でこれがスルスル動かなくなる。この部分くっついた部分が硬くなって、いわゆるこれがトリガーって言われたりね、体表から触って硬くなっているようなところ、これってやっぱくっついたところなんですよ。このくっついたところっていうのは神経が興奮して痛みを出す、肩こりとか、あとはストレッチした時の突っ張り感とか、そういうのがこれ筋膜の癒着によって生まれてんじゃないかっていうふうに最近言われてます。で実際僕解剖の動画とかも、あとあの買い物セミナーとか結構出て見させてもらってるんですけど、その時にですね、筋膜をこう剥がしていくと、何もないところはこうツルツルツルって剥がれていくんですよ。ちょっとペリペリペリ引っ張っただけで、そうそうそう、引っ張っただけでペリペリなんですけど、一部ですね、やっぱ白い繊維でブワーってこう固まってくっついてくるんですよ。これがいわゆるその筋膜の癒着というもので、何かストレス加わりすぎてそこの筋膜が高密度化っていってね、その繊維が多くなっちゃうんですよ。ギュッてしちゃう。そうそう、この辺ぐらいの白奥ギュッてなって、なんか霜柱みたいな感じ、あちょっとあんな硬い組織じゃないけど、霜柱みたいのがいっぱいブワーってついてる感じ。だからなかなか引っ張っても取れないから、こうメスで削りながら剥がしていくみたいな、それぐらい硬いものになっちゃうんですね。これをですね、カッピングで引っ張り上げることでベリベリって剥がせんじゃないの、あ吸い上げるからってことですね。そう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 、これがね、生理学的な変化として起こるんじゃないかって言われています。まあ実際のね、ただ問題としてはこれなんですよ、効果は、実際のエビデンスがね、カッピングってやっぱ出づらいですし、証明されきってない部分が多いです、ね、そうで、カッピングやってその筋膜が実際剥がれてんのかっていうところもあまりこう研究が進んでなくて、あんま分かってないところなんですよ。エビデンスはまだ出てないんだけど、だけど終わった後のスッキリ感ってやっぱみんな言うから、まあ効くは効くっていうの分かってるんですよ。良くなるんだろうねっていう経験、そう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 で、これ鍼灸とかもけど同じだし、まあいろんなね、世の中にある治療法って結構こういうの多いんですよ。エビデンスがまだ追いついてないとも言われるんですけど、今の研究の段階ではまだ分かってない、だけどやったらちょっと楽になる、なんか楽になるっていう治療法ですね。まあそのエビデンス追いついてない治療法の一つっていうのがやっぱこのカッピングなのかなと思います。じゃあ最後ですね、使い方です。なんか分かんないけど効くカッピング、どういう風に使うのかっていうと、この 1,2,3 この順番で使ってもらうといいと思います。まず痛いとこ探します。要はその筋膜くっついてるところ、筋肉上の筋膜くっついてるところを探していって、基本的にはじゃあその痛みのあるところ直接っていう感じでいいんですか？あ、そう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 、本当に別のところから遠隔みたいな感じではなく、
そう、基本的にその硬くなってるところを直接真上につけてあげるって感じ。だけど例えばでっかい筋肉、僧帽筋とかあったら、その僧帽筋周りにいっぱいつけてあげた方が全体的にこう皮膚持ち上がるから剥がれも出やすいかなっていう。まあ結構1個でやることはない、何個もつける人が多いです。カッピングつけます。結構前だったら、昔だったらこうつけたまま置いときましょうだったんだけど、ほっとかれるイメージ、ね、そうそうそう。最近はね、つけた状態でその狙った筋肉を動かすっていうのが筋膜治療ではやられてます。吸い上げられたと痛くないですか？あ、結構痛い結構痛いんだけど、その方があの筋膜が剥がれるんですよ、効果が出る。そう、なんでかっていうと、イメージしてほしいんですけど、例えばここの筋膜がくっついてて、これベリって上に持ち上げて剥がすでしょ。このままでももちろん剥がれるんだけど、下の筋肉をこうやって動かしてあげると、要は持ち上がった状態で下の筋肉がこうスライドするから、よりこのくっついた繊維がこう剥がれてくれますよ。離れますね。そう、この方が剥がれるでしょ。でこんな感じの理論でね、あの筋肉が剥がれやすくなるっていう風に言われてます。なのでその筋肉をこう動かしたり短縮、そして伸長させてみたいのを繰り返していくっていうのをやっていきます。だいたい時間がね 2,3 分ぐらい。それ以上やるともう毛細血管消えすぎて真っ黒になってくるから、意外と短くする。そう、 2,3 分ぐらいこう動かして、ちょっと紫になってきたなと思ったらそこで剥がしたり。で今意外と短いって言ったんだけど、この 2,3 分がね、あの地獄まあ人にもよるけどね、長く感じる。いや本当ね、あのあんなに脇汗かいたことないなっていうぐらい、このやってる間痛くてね、脇汗もめっちゃ出るの。もうやめてくれって言ってましたもんね。いやそうもういいですっていうギブアップするっていうね。いや本当好きな人は全然あ気持ちいいとか言うんだけど、僕の場合ちょっとね結構きつかったです。ただ終わった後やっぱスッキリするんで、結構いい治療だなと思ってます。ということで今日はね、この治療法を実際に山ちゃんにこの話をしたあれなんですけど山ちゃんに受けてもらって、で効果がどう出るかっていうのを実際に見てもらいたいと思います。それでは行きましょう。はい、ということで今からカッピングの治療をしていきたいと思います。先ほどね、前かがみになってもらった時と反らした時にちょっと腰に違和感あるっていうことでした。これがどう変わるか見ていきましょう。こういう道具ね、あのアマゾンとかでも売ってるんで、これ大体ね 3,4 円ぐらいかな、結構安く売ってます。こんな感じでポンプ式でね吸えるようになってるものがあります。こういうのもで、まあ、硬くなってるところですね、周りに大体2プッシュぐらいでこんな感じでつけていきます。はい、ということでこういう形で今つけ回りました。この状態で今筋膜が上に引っ張られているので、筋肉を動かしています。では前かがみしましょう。ぎゅー、いけるとこまで前かがみ、はい、はい、反らして、そこからゆっくり反らしてきて、はい、もう一回ぎゅー、結構こう紫になってくるんですよね。で筋肉がくっついてるとこほど、筋膜くっついてるとこほど、こう紫が強くなるって言われてます。次は横に見ましょう。今度ね、広背筋とかも出てるので、その部分をこう伸ばしてます。手をこういうふうにね、してひねると広背筋がよく伸びてきます。ひねって、ギリギリまでギューッと。いけるとこまでしっかりとひねらせます。じゃあもう一回前かがみしてください。ちょっともうちょいかな。前かがみ。おー、いいね。はい、戻して。ラスト。はい、ぎゅー。はい、OK です。これで外していきましょう。はい。という、こういう感じですね。はい。で、今、こう、座れたところっていうのが、ちょっとね、赤くなってる感じです。まあ、これぐらいの赤さだったら大丈夫なんですけど、やりすぎちゃうと、やっぱ紫がボワーっと強くなって、なんか、どす黒い感じになるんですね。そうすると結構痛み強いんで、注意してください。じゃあ、現時点での、今、筋膜がこう剥がれた状態になってるんですけど、動きをこれでチェックしてみましょう。はい、ということでこれでカッピング終了になります。どうでしたか？痛かったです。痛かったでしょうね僕もそう思います。で痛すぎてだって汗出てたもんね汗ばんだ汗ばんだ大きなおっさんの背中をでも、うん、終わった後確実に確かに前屈しやすいってなったし、なんか揃える感じもあった。そうだね、最後終わった後は前屈も後屈も可動域としても伸びたし、痛みはどうだった？でも楽な感じです。
楽なんですか、はい、こういう感じで、まあ、2、3分ね、頑張って耐えればいいことが待ってますよ、治療ですね、カッピングは。なので、結構痛みに困ってる人、筋膜のせいでね、痛みが出てる人っていうのはこれやると楽になるんで、ぜひ試してみてください。まあ、ただね、全部が筋膜のせいじゃないからね、それだけは間違いじゃないんですね。筋膜以外にも、こう、筋肉のスパズムとか、筋肉の間が癒着してる場合とかね、そういう時には痛み取れないですし、もちろん、例えば寝不足とか、栄養状態が悪いとか、痛みっていろんなとこから出るので、原因が違うとこから来てる場合は痛みもちろん取れないですから、そしたらまた違う治療をね、試してみるといいと思います。ただまあ、こういう治療やってみないと何が原因かって分かんなかったりするんで、治療はこう検査の一つでもね、あったりしますから、困ってる方はぜひ試してみてください。じゃ今日はカッピングの治療についてお届けしました。治療家の方たち、ぜひ参考にしていただければ嬉しいです。それでは皆さん、バイバイどうぞ。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルで体リテラシーが上がったよという方はチャンネル登録、高評価、グッドボタンをお願いします。また SNS でも健康情報を随時配信しております。そちらも合わせて登録してください。大臣どうぞ。